いや、それすごいな。全然話変わっちゃうんですけど、2チャンネル創設したじゃないですか。やっぱいろんな、そこから、そのアンチコメントで、ひろゆきさんも来るわけじゃないですか。そういうのってどう捉えてます？アンチコメントとか、そういうのって。あ、でも人はそういうふうに考えるんだなっていうのが分かるので便利だなと思って見てますけどね。まあ、便利って感じですか。いや、その他の人が自分に対してどう思うかって合ってるときは絶対言ってくれないじゃないですか。合ってまある人そうに対してでその面と向かって悪口しないので、ただすね。こういうふうに考える人がいるよねっていうのが可視化されてそれが見えるってすげえ便利なので、なので、ああ、こういうふうに考える人がいるんだっていうので、割と僕は面白いなと思ったんですよね。確かに。なるほど。